ラジオイジオでーす昨日ちょっとね、えー、サブチャンネルの動画上げませんでしたけど、結構疲れ果ててまして <laughs>、昨日はその力がなかったんですよで。今日はね、だからそうなったらどうするかっていうと寝る、そ <laughs> れしかないんで、またね、携帯をこの仕事場に置いて、えー、寝室に携帯持ち込まずにですね、である時間からはもうね、えー、相場の動きとか気にせずにですね、 寝ましたでまた楽になったっていうそういう繰り返しやってんだけどね普段からさもうちょいそのこの時間になったらもう相場気にせずにもう寝ればいいっていう風に霧がつけれるといいんですけどねなかなか霧がつけれなくてただまあ楽あの少し今日は眠れたんでね元気がまた出てきましたけどね まあ、ゆうべ、あの、久しぶりにちょっとメインチャンネルのコメント欄とかを見たんですけど、まあ、誤解が多いね、誤解が多いね、誤解が多いっていうことで、まあ、ね、いろんな人がいますけど、なので、まあ、それをにちょっと応えるみたいなね、今日は相場短、その単身さっき取りましてあげましたけど、その一部の、まあ一部の人ですけどね、誤解も、まあでもちょっとでもそういう誤解があるってことはね、やっぱり、 あの僕の表,表現にも問題がある可能性もあるのでねまあ大体多くはねよく見てなくって <laughs> よく見てなくてよく理解してなくって断片捉えてなんかあの言ってる人が多いんだけどまあそれはそれでしょうがないよねそういう勉強の仕方しかしてないわけだから、えー、だから、うん、それはそれでしょうがないんだけど。 ね全部だって僕の動画全部見てくださいって言ったってさ見てる人もいると思うけどそりゃあそれでね大変だもんね、えー、まあだから今日の動画では言いましたけどまあこれは本当に一つのねトレードの手法の事例なんでねそれを見ていい、えー、悪い判断してくださいいろんな動画がね YouTube 上がってるんでいろいろ見てね参考の一つの事例一つの例としてね 見ててもらえればというふうににまあ本当にそう思ってるしねただこういうトレードの手法もねまあえー、たくさんお金があったとしてもそのほんのごく一部しか投資しないとかで投資する場合はそれをさらに分割してちょっとずつ入れていくとかねで相当広く幅をとって難品をしていくとかね日経平均で言ったら1,000円幅をとって難品していくとかねこれ僕実際やってんだけどなかなかこれをね実際にこうやるのも大変でしょうしね。 まあそんな形でまあ忍耐が <laughs>。これまあ忍耐っていうね、まあ、なかなか伝わらないよなってもどかしさがあるわけだよね。消防トレーにしても、トレードの手法にしても、僕はやりたいこと、言いたいことにしてもね、伝わらない部分がね、あるということで、ちょっと、うーんと思う時があるんだけど、まあ、緩く続けるしかないなと。まああとは YouTube ですよね。YouTube もね、えー、だから YouTube そのものが、 僕は今前から言ってるんですけど、えっと、もう、あの、動画を上げたら全部の動画が、まあ、広告制限になってしまうっていうのがあって、で、それで、えっと、そまあ、一回、その審査を出すんですよね。で、審査を出すと、まあ、早くて2時間ぐらい、で、遅いと12時間ぐらい <laughs> 経ってから、 いいよって、広告掲載いいよって審査が降りるんですけど、その間、まあ全然広告がつかないので、その、この状態になる前と比べると、やっぱり収益がね、落ちてるわけですよね。で、それからまあこのサブチャンネルも、登録者数が1万六千人いて、えー、出す動画大体1万何千回か回ってるんだけれども、それがまあ収益化が通らないっていうね、ことがあって、えー、これ理由わかりませんけどね。 ダメっていう答えも来てないんだよ。<laughs> で、審査中っていうね。で、まあ見ると、いろいろ調べると、早い人は早いけど、待たされる人は半年でも待たされるよって話なんでね、あ僕はもう半年コースかなと思ってますけど、まあ半年、うん、<laughs> 夏杉秋は、まあ、よくわかりませんけどね。それはだから、ねえ、えっと、自分のチャンネルと比べて、まあ、 えー、すごい登録者数が少ない、そして再生回数もそんな回ってないチャンネルがに広告がついてて、まあ、自分のところについてない、えー、でずっと放置で、合否もわからないっていうのはね、ちょっと、それも辛くて、でそういうのもね、えー、YouTube との、なんていうか、お付き合いについてもね、えー、辛くなるんですよ。<laughs> 頑張ってんのにいいなぁと思ってね。 えー、がんこんなに頑張ってるのにいいなと思っちゃうわけど <laughs> だけどまあそれもしょうがないんでだからうんその辺含めて、えー、忍耐が必要なことが多いんですけど、うん、疲れるとねそういうのがすごい負担になってね苦しくなっちゃうんですが、えー、そうならないようにしっかり睡眠をとりながらね余力続ければいいかなと思っています。 まああのー、僕もともとあの仕事熱心な人間なんで <laughs> だからまあ、あの何か集中してずーっと何かやってるっていう生活をねずっと続けてきててでまあ、YouTube やったりやめたりしててや,やめるやめたとかねいい加減だとか言って批判受けたりもしたんだけど、まあ、YouTube やってる時は YouTube に集中するし。 で、YouTube これ続けててもダメだなぁと思った時には他にこう方向を変えてそこに集中してやってるとそうすると YouTube の人からはその努力とかやってることは全然見えないので YouTube サボってるとしか見えないというねでも僕はサボってるっていう時期はほとんどほとんどっていうかなくて僕には <laughs> 何か全力でやってるんですよで今はもう結構ね他の仕事を全部やめちゃったんで YouTube の活動を今全力でやっていて、もう本当に起きてから寝るまでずーっと YouTube の活動だけに集中してやってるんだよね。そうしてなかったら今のこの配信できないですよね。まあこのトレードの話もさ、都合のいいところだけね、<laughs> 時々動画上げて都合のいいところだけ下げたねーとかね、上がったねーとかね。それだけやっとけばまあ楽だと思うんですけど、 えーとそうではなくて、毎日レギュラーでやってるわけですよね。だから、それはなかなかね、結構大変なことで、えっと、自分で言うのもなんですけど、大変なことで、えー、都合のいいところだけを言ってるっていう配信スタイルではないんで、まあね、結構都合の悪い日にも <laughs> 動画を上げてるわけですから。 そういう意味でね、それをやってるっていうのはなかなかね、しんどくなる日もあるのです。あるんですよね。まあそういう風で、ただまあ、それをやるって決めてやってるんで、今後もやれる限りはやりますけどもね、結構忍耐が必要です。なことが多いです。今日は昼間、今13時なんですけれども、この後は、今、あの、そば、単身をとってね、少し休んだところです。午前中はまあ、だいたい取材。 えー、そして相場短信を取ってお昼を食べてで、えー、この時間はね雑用タイムなんだよねまあ,あの確定申告のがあったりとかあとは今日は年末に書いたあ年始に書いたマグマグのえっ、ー、と原稿料を請求してくださいって言われててあそっかと思ってこの間もメール来てたなと思ってそれ請求しなくちゃいけないよねまあ,あの <laughs> 正直 あのもうお金いいからみたいな感じになっちゃうんだけどまあ一応ねえー、請求しないといけないしでそういうような雑用が毎日必ず入ってくるんですよで今 PC をね新しく1台買おうと思ってそれの見積もりとかもやってるんでそれもどうしようこうしようって調べたりしてると時間かかったりしてねでまあ3時ぐらいからは今度は夜の天気予報を作るんですけど天気予報はものすごく制作に時間かかるんでね、えー、で一生懸命とってでアップしてでまた 黄色マーク広告制限の黄色マークが出てでそれを、えー、申請審査請求してみたいなねで、えー、今日も一日が終わっていくみたいなそんな毎日を送っておりますだから結構時々ねドド、えー、々と疲れが出てね来 <laughs> るんですけどそういう時はね寝るしかないね、えー えー、皆さんはどういう毎日をお過ごしでしょうかね今本当に出かけられないし閉塞感の漂う毎日ですよね、えー、仕事に非常に支障が出てる方も多いと思いますけれどもね、えー、あるいはね子育て中の方は子供が学校行ってくれないから困ってるっていう方もねいらっしゃると思うしね仕事に支障が出ちゃってるっていう方とかね、えー、そうなると家族関係がぎくしゃくしたりしますよね <laughs> あーまあね、早く暖かくなって、真夏になればね、ねかなり状況は変わってくると僕は思っているんでね、真夏がね、待ち遠しいね、そんなふうに思ってます。そんな状況です。まあ、いろいろと YouTube のことも、トレードの動画についてもね、忍耐が必要なことが多いんですが。 できるだけまあそういうふうにこうあんまり真正面からガンと受け取らずにね楽しんでいかなきゃなと思ってます。